はい、お待たせいたしました。それでは最後のセクションの方を始めさせていただきます。もうご用意されていますね、パソコン音楽クラブさんでございます。はい、ライブの方やっていただくんですけども、あれですね、ラフォーレの CM だとかテレビ CM だとか、あとまあフジロックなんかも出られてたりとかして、新進気鋭のクリエイターということで伺っております。よろしくお願いします。はい、ぐんと上げて、ぐんと上げて、上げていきましょう。はい。じゃあちょっと前段でうちの前田洋介の方からあれですね、今回のシステムなんかもちょっとご紹介。そうですね。はい、今回はアトモスでの配信というのを打ち出してやらせていただきますので、そのちょっとご紹介を前段。できるだけコンパクトにですね、はい、あんまり喋りすぎるとなんかなんか飛んできそうなので。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。それではちょっとこちらの PC の方の画面切り替えていただいて、切り替えていただいて、はい、そうですね、今回のこのパソコン音楽クラブさんのライブパフォーマンスを NE ストリーム、そちらのお部屋の方で、実際にアトモスのリアルタイム配信をしてますよと言っているこの NE ストリームライブというもので、このドルビーアトモス 7.1.4 チャンネルのライブストリーミングというのをこの場からやろうというのが今回の試みであります。で、この NE ストリーム、このアプリを入れて携帯で聞いていただくというようなサービスに今なっております。で、後日、準備ができ次第アーカイブの方も皆さんにご覧いただけるように準備をしようと思っておりますので、そのご案内ちょっとお楽しみにというところであります。この会場に来てるいただいているお客様にはどうしてもこのアトモスでこの場で聞いていただくっていうのがちょっと難しいんですね、まあ、スピーカーの数がないとか、まあ、実際ブルールームだったり、あとは後方の先ほどウルさんのセッションでも使いました、ヘッドホンアンプ3台並んでます。そちらの方に実際に、つないでいただければヘッドホンでバイノーラル、もしくは、ブルールームでスピーカーでというような、音の確認というのはしていただける状態ではあります。ただやはりせっかく生なので、この場でパフォーマンスを楽しんでいただきたいというのもありつつではあり、というところではあります。で、実際のシグナルフローですね、ちょっと簡単にまとめてみました。パソコン音楽クラブさんの方から、音声が、あ、すいません、ダンテで出てきます。ここのマトリックススタジオからダンテで出て、あちらの上のアトモスのスピーカーセットのある部屋ですね、あそこで、アトモスレンダラーをかけて、ここはマルチトラックで、パラデータで送っていただきます。パソコン音楽クラブさんから30トラックのマルチデータをもらって、それをアトモスの空間配置をして、7.1.4チャンネルにレンダリングしたものを NE ストリームさんの配信、そして同時にバイノーラルレンダーしたものっていうのを YouTube の配信、あとは今リアルタイムで流している Zoom の配信、あとは会場の PA の方もバイノーラルの音声でお届けする予定になっております。で、これ1個ちょっとトピックがありまして、アビットプロツールスの最新機能であるオグズアイを、これを使うことによってプロツールスを介したドルビーアトモスのリアルタイムレンダーっていうものを実現しています。プロツールスの、ネイティブの IO としては、HD、あそこの部屋は今 HDX や HD ネイティブを使ってるんですけども、 HD ネイティブを使ってます。で、オグズ IO でドルビーのオーディオブリッジとプロツールスオーディオブリッジ両方選んでいます。で、アトモスレンダラーとしてはインプットのオーディオデバイスとしてドルビーオーディオブリッジ、アウトプットのソースとしてプロツールスオーディオブリッジ、これを選ぶことによって
1台の PC の中でプロツールスの、HD ネイティブで受けた音声をレンダラーに送ってまたプロツールスに戻して、それを、このストリームの方ですねに流すということを今回実際に、実践の方しているというところであります。そこら辺もちょっと興味深いかと思いますので、ご興味ある方上のブルールームの方の実機でこれ走ってますのでチェックいただければというふうに思います。でその後の 7.1.4 チャンネル、これ NE ストリームさん、ここのお部屋で、実際何が行われているのかっていうところなんですけども、いろんな機械、なんか見たことない機械が多かったかもしれないですけれども、実際に配信に載せているビデオと 7.1.4 チャンネルのオーディオっていうのをエンベデッドして、ドルビーのエンコードをして、ライブデリバリーをするというようなことを行っています。で実際にはその先インターネットに上がった先で、サーバーを介して皆様の お手元の、スマートフォンだったりそういったデバイスに配信されるというようなシステムアップがなされております。ということで、今回の技術的な説明はこんな感じかなと思います。では、ここからはライブパフォーマンスバッチリ盛り上げていただければというふうに思います。それではよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ちょっとマイクの方はい、ありがとうございました。実際今日のパフォーマンス、昨日リハーサルで来ていただいて、はい、初めてこのアトモスっていうものを、まあ、実際あちらのブルールームのアトモスのスピーカーとここと行ったり来たりしながら音で作っていただいたんですけども、はい、実際この空間オーディオ、イマーシブオーディオ触ってみていかがでした？普段そのライブとかのセットを組むときにですね、会場ってやっぱりそのステレオのスピーカーじゃないですか、はい、LR と2チャンネルしかないんですけど、今回パラデータでその空間オーディオって本当にその あそこだとあのガチで後ろから鳴るんですよ。そうですよね、鳴らせますね。それが本当にやばくて、なんかあのなんだろう、全然こう普段と考え方が違うなと思って、なんか回る感じの音とかもこう2チャンの中でどういう風にこう擬似的に飛ばそうっていう発想になるんですけど、はい、本当に後ろに回せるってなると、なんかもっとこうめちゃくちゃやばいこともできるんだろうなとか思って。そうですよね、今まで全くできなかった表現というかね、はい、手法が取れるようになるので、はい、いかがでした？そうですね、なんか録音物としてそういうこう、はい、空間音響を設定するっていうのはなんか結構よく聞いてたんですけど、はい、ライブでしかも配信しながら生で送ってっていうのが実現できるっていうのはちょっと実は知らなくて、はいはい、相当昨日のリハでもかなりなんだろう、こういうことできるんだっていうので興奮しながら、ね、チェックさせていただいてたんですけれども僕らもチャレンジではあったんですけども、そうですよ、本当にうまくいっていると思ってますね。だと思います。あのすごい今後のなんだろう、自分たちもそういうライブのスタイルとして一個増えるのかもしれないなと思って、はい、ワクワクしました。さらにね、会場でもこう本当スピーカーを置いてみんなで楽しめるようなものっていうのもできるとさらに面白くなってくるのかなとか、あとは本当メディアミックスというか、いろいろ映像だったりそういったものとか、映像照明とかと絡めてやっていったりとか、まあ、本当エンタメの世界っていうのがすごい広がるかなと思って、僕らもすごくワクワクしてるところではあるんですけれども、違いないと思います。はい、今後もどうです、アトモスやってみたいなという思いは？あ、そうですね、なんかライブももちろんすごい楽しかったですけど、自分たちの楽曲であるとかそういうのもなんだろう、もっと精密にこの音はここに配置してっていうところとかも、はい、なんだろう、じっくりやって一曲なんか聴けるような状態にするっていうのはすごいやってみたいなって思ってます。ぜひ楽しみにしております。お願いいたします。それでは最後のコーナーに行きましょう。ためができちゃいましたけれどもね、はい、パソコン音楽クラブさんでした。ありがとうございます。はい、では、最後のセクションの最後の お知らせごとでございます。スライドの方よろしいでしょうか。スライドの方切り替わりますでしょうか。切り替わりました。はい、ということで、まあ、最後の回になりますので、この後回が終わった後もしばらくはご覧いただける状況になりますので、ぜひ各社展示コーナーの方もお立ち寄りください。で、あとこちらのそうですね、ミキサーの方も3台ございます。この辺はもう耳にタコかもしれませんが、最後お帰りになる際ぜひご賛同いただける方、募金の方もよろしくお願いいたします。はい、ではちょっとこの辺は前回お話ししましたので、この回のメインイベント、はい、会場抽選会でございます。はい、ということで会場にお越しいただきましたお客様の中から、抽選で、プレゼントの方を差し上げてまいります。まず1点目はじゃじゃん、はい、フォーカルリスンプロ、はい、こちらの方を1名様に差し上げようと思います。はい、では 金の箱を持った金ボーイ、はい、どちらから引きますか。金の卵でございます。はい、じゃが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 ーん、はい、105番、105番の方、あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。お持ち帰りになります。あ、じゃあ袋の方もお渡ししますので、それではそれでは2点目ですね。はい、じゃあ続きまして2点目は、2点目は何でしょう。まずはこちらでございます。商品をご紹介しないと始められないですね。はい、うちのゴールデンボーイがバタついております。はい、はい、すみません。
はい、続いてはこちら、じゃじゃん、はい、 M ボックススタジオ、今間違えそうになっちゃった。はい、先ほどアビットさんの方からもご紹介をいただきましたね。こちらの方をプレゼントさせていただきます。それでは、はい、くじを引いていただきたいと思います。よろしくお願いします。抽選スタート。じゃか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 じゃさすがに大きいですよね、お持ち帰りには。え、いけるですか？マジですか？はい、了解いたしました。そのご用意もしておりますので、はい、ありがとうございます。はい、ということで抽選会の方も大盛り上がり、はい、配信のお客様向けのプレゼントの方も、ご用意させていただいております。チャットの方ですね、チャット欄の方に、URL の方を投げ込んでおりますので、そちらの方からアンケートご回答いただいて、ご応募をお願いいたします。はい、でスペシャルオファーこちらの方も本日と明日の2日限りにしております。タクシステムさんもご協力をいただきまして、ロックオンラインストアで、音響アコースティックこちらの方ですね、特別価格でご提供いたします。はい、ということで1日目がこれにて終了となってまいりますが、まだ続くんですね、明日も。はい、3月3日金曜日、明日は、エンタープライズ、はい、デーということで、ご覧の6セミナーはいですね、ドルビーアトモス制作、実は JSBC、 そうですね、 J ソウルブラザーズの、はい、制作秘話だとか、あとそうですね、オタリテックさんも、はい、ご登壇いただいて、はい、興味深い内容がまた続いていくと思います。はい、最後はそうですね、カプコン滝本さんに締めていただくと、はい、いう流れでございますので、明日ご参加の方もいらっしゃると思います。また長い時間にはなりますが、お付き合いの方をいただければと思います。それではDay1 の方はこちらにて終了とさせていただきます。ご来場いただきましてありがとうございました。